はい、皆さんこんにちは。こんばんは。国民チャンネルのしょうが、今日はダイヤモンド半導体についてお話しいたします。よろしくお願いいたします。まあ,あの半導体についてはですね。まあ、台湾が世界でトップクラスのまあ、生産生産量を誇っているんですよ。質もいいということでね。まあ、あのー、その元っていうのは、まあ元々日本の技術が入ったりなんかしてるんですけれども、まあ,あの九州にね。台湾のまあ、会社が資本を出してですね。 まあ大きい大型の半導体工場を、生産工場を作るとかね、いろいろ半導体に関してはですね、非常に盛り上がりを見せています。これからは原油とかまあ天然ガスではなく、半導体に対する投資が盛んに行われるという近未来がありますま。間違いなくそうなっていくんですね。で、半導体の開発に関して、では、さらなる新しい半導体、次世代半導体ですね。 これを開発しているのは日本がもうトップ、もう本当に日本がもう世界でナンバーワンなんですね。じゃあ、どういう半導体が次世代半導体なのかというと、ダイヤモンド、ダイヤモンド半導体、ついに成功しました。不可能だと言われていたんですよ。で、まずあの、まあ、あの半導体で何を作るかって言ったら、まあ、空飛ぶ車の制御、まあ、空飛ぶ、まあ、UFO ですよね、空飛ぶ円盤みたいなもの。 理論的には可能なんですけど、半導体が優れてないと、空飛ぶ円盤みたいなものできないんですよあ。化学力をもっともっと上げていかないとね、そのためには半導体の性能を飛躍的に上げなければいけないんですね。で、その半導体ができたんです。ですから、まあ、空飛ぶ車や空飛ぶ、まあ、UFO 的なもの、これできるということですね。近未来。じゃあ、どういうふうに、まあ、作られたのか、まあ、ざっとお話をしていきたいと思います。まず、あの、半導体ですけれども、 あの、シリコンでできてるんですよ。今の半導体。安いんでね。あの、素材が安いので。で、半導体、まあ、知らない人のために半導体って一体何なのか。あの、字が半分導く体って書くじゃないですか。半導体。半分導く体。これはあの、電気を半分導く素材が半導体なんですよ。これどういうことかって言ったら、電気が流れるっていうのが導体。流れないっていうのは絶縁体と言いますよね。 で、胴体っていうのは、例えばあの、鉄とか銅とか、まあそういうのは、あの、電気流すわけですよ。電気流れるんですね。ビリビリってなるじゃないですか。で、それが導く体と書いて、胴体。絶縁体っていうのは、ガラスやゴムのように、電気を絶対に流さないものですね。ですから、あの、手袋に、ゴムの手袋をして、まあ危ない電気が流れるところを、まああの、電柱のね、電力会社の作業員の方とか、そういう、まあ、ゴムの手袋で作業をされてるじゃないですか。 危ないですからね。何万ボルトの電気が流れたらね。それが絶縁体。ガラスやゴムは絶縁体と呼ぶんです。その中間、半半半分ずつですよ。半導体なんですよで。電気を流すこともあれば流さないこともある物質を半導体と呼ぶんですね。え、一体何それちょっと理解しにくいじゃないですか。例えばですよ。例えば、あの、ある A という物質があって、それが半導体だとして、 で電気を流すときもあれば、流さないときもあるってで、どういうふうにしたら流れるのと。例えばですよ、例えば、ちょっと温度を上げると電気が流れると、ちょっと温度を下げると電気が流れなくなるとか、そういうものなんですよ。でそれはあの電気が流れる、流れないようにするのは、まあ、いろんなそのオン・オフのスイッチの方法あるんですけど、今は、まあ、あのちょっと電圧をかけてね、で熱が上がれば、まあ、電気が流れると。 下がれば、まあ、電気が流れなくなるとか。まあ、そんな単純な半導体が結構多いですね。で、ダイヤモンドって絶縁体なんですよ。まあ、ガラスに近いんだよね。ダイヤモンドね。絶縁体なんですよね。まあ、炭っていうかガラスっていうかね。だから、電気通さないんですよ。え、じゃあ電気通さないのに、いや、そのダイヤモンドを電気通す、え、通す通す通さないそうそう。半々にするんですよ。ダイヤモンドはどんなことがあっても電気を通さないんですよ。 で、言ってることおかしいでしょダイヤモンド絶縁体なんですよ。え、じゃあ電気通さないんだったらどうやって電気通すのとだだ。もしダイヤモンドがね、電気を通すようになれば、優れた半導体として使えることは分かっているんですよ。じゃあどうやったら電気を通すようにできるかっていうのを実験していたんですよね。日本のあの大学の先生がね。で、産科大学で研究していて、で、どう 電気がね、まあ、通るときもあれば通らないときもある、で通るときがあるのを24時間毎日毎日研究して見つけたんですよ。で、朝とね、朝のね、8時前後と、夕方のね、5時から6時ぐらいが、1日24時間のうち、その2回がダイヤモンドに電気が流れることが分かったんですよ。これっておかしくないですか月の満ち欠けかなと思ったんですよ。 いや、だけど、いや、ちょっと待ってよ。もう毎日なんですよ。で、時間って月の満ち欠けとか違うんですよね。でも毎日朝の8時ぐらいと夕方の5時ぐらいに電気が流れるんですよ。ダイヤモンドに。なんだこれはと思って、わからなかったんですよ。ずっとその理由が。で、なんだ、なんか空気中の成分に関係あるのかなと思って、窒素、酸素、二酸化炭素などを、まあ、ちょっと多く、 そのダイヤモンドにね、吸収させて、電気を流そうとしたんだけど、も、まあ、うまくいかないんですよ。うーん、絶縁体のままだなと。流れないんですよね。なんだろう。やっと分かったんですよ、最近。朝と夕方。車がね、いっぱい走るじゃないですか。通勤時間帯で。で、二酸化炭素を排ガスで多く出すんですよ。 その二酸化炭素を定着させたらダイヤモンドに電気が流れたんですよ。二酸化炭素だったのかということになって、で、電気が流れるダイヤモンド半導体を作り出せたんですよ。これはすごいことなんですよね。で、まあ、あの、4ミリサイズが通常の半導体の大きさなんですけど、4ミリだとまだちょっとちっちゃいと。だからもっと大きい土台が欲しいということで、 まああの人工宝石会社にね、人工のダイヤモンドでも同じ作用が起きるので、人工あの宝石会社の、まあ、何ですかね、町工場ですよね。そういうまあ小さい会社のね、社長さんにお願いをして、よし、分かったということで、試行錯誤。で、じゃあサファイアの土台にダイヤモンドをくっつけてえ合成させましょうということでやったら、 あの、サファイアがね、なんかちょっと、温度変化とか、電気が流れると、ちょっと熱を加えると、膨張のスピードが速くて、ダイヤモンドよりも先に膨張してしまって、ダイヤモンドがゆっくり膨張するんですよ、性質的にね。だからね、あの、サファイアが先にブワーンって広がるので、ダイヤモンドの膨張が遅すぎて、ダイヤモンドが割れてしまうんですよね。うーん、困ったなぁとで。何回も試行錯誤の上、 サファイアとダイヤモンドの接点、接着点をですね、トゲトゲのね、もう本当に細い針のように、もう極細の柱にしたんですよ。両方とも。歯ブラシみたいな感じですよね。で、両方ともそういう風にして切り出して、だからすごいですよね。サファイアとダイヤモンドの平面を歯ブラシのあのトゲトゲみたいにカットしたんですよ。すごいギリスですね。で、両方を重ね合わせたら、 まあ、温度差による膨張が防げて割れることもなく、8ミリ角のダイヤモンド基板ができたんです。まあ、ダイヤモンド半導体の成功ですね。で、そのダイヤモンド半導体を、まあ、完成させて、875メガワットというね、そういう電気を通しても、ちゃんと動くように。いや、これは奇跡だ。すごいということで大成功ですね。まあ、完成したんです。 これちょっと分かりにくいじゃないですか。875メガワットの半導体、8ミリ角、8ミリですよ。1センチないんですよ。8ミリの正方形ですよ。その半導体が、一体どれぐらいのね、まあ威力っていうか、まあパワー、効果をもたらすかっていうと、1枚ですよ。8ミリ角のダイヤモンド半導体1枚で、17万5千世帯の電気制御コントロールができるんですよ。 全体1枚でですすごくないですかだから、まあ、空飛ぶね、あの、乗り物もっと飛行機よりもものすごい乗り物を作るのに、その制御装置が必要なんですよ。だこれを何十枚、何百枚も使えば、絶対にものすごい制御装置で空を飛ぶものができるんですよね。要するに、空力とか空気の流れとかを制御しなきゃいけない。瞬時にね。それができるんですよ。 軽く。軽いじゃないですか。だって、すんごいちっちゃいんですから。ね8ミリ四方ですから。だからこれを大量に使えば、何でもできるんですよ。だからもうガンダムみたいなロボットとかね、ああいうものも成功なものが作り出せるんですよね。軽いですからね、半導体が。で、ものすごい、あの、まあ、働きがもう優秀なわけですよ。とうとう成功したんですよ。 で、なんで、え、そんなに喋っちゃってもいいのっていう話ですけど、もう特許取って申請済みなので問題ないんですよ。でもこれはね、すんごい、あの、画期的な発明の成功なんですよ。これで半導体の世界は変わるんです。それを日本が握ってるんですよ。その技術をね。これってすごいことなんですよ。これは変わりますよ、世界が。で、これを作れるのは日本だけということで これを作り始めるんですよ。これから。もう、びっくりですよ。みんな、あの、ぶっ飛びますよ。シリコン半導体の会社は。だって勝てるわけないんですから。この人工ダイヤモンド半導体にね。もう全然違うんですもん。だって。全く違う、桁違いの効果を、作用を持っている。その半導体の成功。開発に成功したという話ですね。 いや、これすごい。やっぱり日本ってでもすごいですね。日本の技術はね。もう逆転ですよ。もう、あの、どんなものよりも価値があるものが半導体にこれからなっていく、その半導体のトップシェアをこれで握れるということですね。まあ、産業スパイにね、盗まれなければいいと思うんですけど、いるんですよ。いや、もうあっちこっちにね、私ほらもともとそういう仕事をしてたんで、いや、もうね、これ持ってかれたら終わりですよ。 誰かにね、バイバイでーにね、持ってかれたら日本終了ですけど。いや、本当にね、持ってかれ。だ,だからこれね、なんか喋っちゃってるんですよね、ここまでね。喋んなかった方が良かったと思いますよ、これ成功したって。だって内緒で機械を先,先に作っちゃって、でも、う随分前に成功してて、もう、これを使った機械を作っちゃってからね、あの、しょうがないから喋るとかね。 その方が良かったかもしれないですね。これ産業スパイは必ず狙ってますよ。もうとんでもない、あの、奴らがね。え、これ金になるな、ということでね。ちょっとこれね、あの、気をつけていただければと思いますよ。佐賀大学。危ない。危ないですよ、本当に。とんでもない奴らいるんでね。ちょっと気をつけられるといいかもしれないですね。ということで今日は、ダイヤモンド半導体をお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。